エンマトラベルへようこそということで、天の橋立を上から見るみたいなということでね、あのビューランドっていうところに来てます。あの反対側に見えるね、ビュッとこうやってビュッとこうやると、ここね、ここ、この上のでかいところの左上のお寺は行ったことあって、そこから見るとね、またまた綺麗なんですけど、こっち側から見るのは初めてで、というのがね、前回来た時はコロナの影響でね、ここやってなかったんだよね。いや、すごいね。さっきいた場所がよくわかる。へーみたいな。あー、でもよかった、橋回転すんのも見れたし、あ、見れるんじゃない、こっからっていう。この辺にあるんですよ、この赤い。あ、結構 iPhone 頑張るね。この部分にね、回転する橋があって、で、そっからバーって中入ってって、このうねうねした松のところを歩いていけるっていう。なんで、この長さあんのに、橋が2本で、あとはね、全部浜があってって感じで、まあ、見て左側は、なんか、石畳っていうんですかね。なんかまあまあ、お城にあるような城壁みたいな、でできてて、逆側は浜辺っていう形になってます。天の橋立て、日本三景。向こう側からこっちに歩いたりとか、途中にあるね、天の橋立て神社までこっち側から歩いてみたりとかの動画を撮ってみたんで、内部に潜入したものはまた別途見てみてくださいっていうことでね。もちろん天の橋立ても綺麗なんだけど、周りはねこんな感じでございまして、こっち側が海側っていう。で、ちょうど栄で切れてるとこから海で、で、湾になってるっていう感じ。伝わったかな？伝わるかな？まあまあ、日本三景、天の橋立よりお送りしました。ということでね、まあまあ、こんな感じでいろいろ撮ってますんで、ぜひぜひ、興味があればチャンネル登録していただいて、またまた応援クリックグッドボタンとかコメントとかお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。あ、そう、コメントいただけるんであれば、もしあれだったらここおすすめだよみたいなおすすめスポットとか教えてもらえると嬉しいなと、ぜひ行ってみたいんでよろしくお願いします。ということでね、天の橋立て、これちなみに逆側で見るとなんかね、上り竜に見えんのかな、なんかそんなこと書いてあったな、っていうのをちょっと恥ずかしさを捨ててチャレンジしていきたいと思いますんで、はいはい、ということでね、またまた、では。